ドナルド・クヌースにより個別にデザインされた賞金小切手の一つ、クヌース賞金小切手は、計算機科学者、ドナルド・クヌースが、彼の出版物の誤りを発見したり多大な提案をしたりしたものに送っている、小切手もしくは、小切手を模した証明書である。MIT テクノロジーレビューによれば、この小切手は、コンピューター業界で最も賞賛されるトロフィーである。 サンセリフ銀行の小切手当初、クヌースは実際に換金可能な小切手を送っていた。しかし、クヌースから送られた小切手の写真を公開する者が多く、換金可能な小切手の写真を詐欺に悪用される恐れが増していたため、2008年10月にこれをやめた。代わりに架空の国サンセリフにサンセリフ銀行という架空の銀行を設立し、 ここに2006年以降に誤りを発見したすべての人のための講座を開設することとした。クネウスは換金可能な小切手の代わりに16進数の証明書を送っている。2001年10月現在、クネウスは2000枚以上の小切手を発行したと報告しており、小切手1枚あたりの平均の金額は8ドルを超えている。2005年3月までに、 クヌースが署名した小切手の合計額は2万ドルを超えていた。ただし、これらの小切手は実際にはほとんど監禁されておらず、多くは額縁に入れられ、自慢する権利のために保持されている。彼の出版物の序文やウェブサイトで、技術的、タイポグラフィー的、歴史的のいずれであっても、出版された書籍の誤りを最初に見つけた人に2.56ドルの 報酬を提供すると表明している。クネウスは2.56ドルは256セントで、これは1ヘキサデシマルドルに相当すると説明している。価値のある提案には32セント、つまり書籍の誤りの1、8が送られる。以前の本では報酬額はもっと少なかった。例えばザードオブコンピュータープログラミング第1巻の第2版で2ドルが送られた。 クネウスが開発したテクストメタフォントのプログラムで見つかったコーディングエラーの賞金の金額は小麦とチェス盤問題に由来する大胆な計画に従って決められる最初は2.56ドルから始まり327.68ドルに達するまで毎年倍増した小切手の備考欄には著書名を表す記号とページ番号が記載される1.23は 1> 第1巻の23ページの誤りを示す。は、そのページの貴重な提案を示す。記号、シータは、シングス、A コンピュータサイエンティストレアリートークスアバウトを、KLR は、マセマティカルライティングを、GKP と、CM は、コンクリートマスマティクスを、F1 はファシカル1を、CMT は、コンピューターモダンタイプフェイシズを、DT は、デジタルタイポグラフィを、 sn は ,serial numbers を ,qweb は ,theqweb system of structured documentation を ,da は ,selected papers on design of algorithms を ,fg は ,selected papers on fun and games を ,mm は ,mixware a-disk computer for the third millennium を表す。読者が著書やプログラムで間違いを見つけても ,qnews がすぐに応答できないことがよくある。いくつかのケースで、 遅れが数年に及ぶことがあった。例えば、クヌースは1996年7月1日に1981年の夏以降にザアート・オブ・コンピューター・プログラミングについて報告された誤りに対して250通以上の手紙を送付した。これらのうちのいくつかは2006年5月時点で未請求である。クヌースはすぐに返信することができない場合、賞金に 福利で5%の利子を加える。ありがとうございます。